こんにちは、チームナットです。こちらは山形市の花笠踊りです。さて皆さん、30年後は AI や IT の発達により無人化が進み、ロボット中心の社会になります。そこで私たちが掲げるビジョンは、心がつながる社会、シェアリングシティ山形です。それを実施するための重点政策を3つ紹介します。1つ目は空き店舗のシェアです。山形市の中心市街地にある空き店舗をリノベーションし、若者でも行きたいと思うようなシェアスペースを作ります。2つ目は移動のシェアです。アメリカで実験中の最新技術を導入し、新しい公共交通を実現します。タクシーとバスのいいとこ取りをしたオンデマンド型バスです。 AI と自動運転により好きな時に好きなところへ安く移動できます。3つ目は育児のシェアです。街にあふれる空き家とお年寄りや若者の空いている時間を活用し、子育て世帯の負担を軽減、子育てをきっかけとした地域のつながりを作ります。さて皆さん、30年後は AI や IT の発達によりロボット社会になります。私たちは東日本大震災を経て、人と人とのつながりこそが真の豊かさであって学びました。それは30年経っても決して変わることはありません。だからこそ私たちはシェアリングによって人と人とのリアルなつながりを取り戻すのです。以上です。ご清聴ありがとうございました。